助けてください。檻に閉じ込められています。ちょ、小百合さん、助けてください。先生、仲良く小百合を始めませんか。なんかポンポヨがぐちゃぐちゃになるけど、まあ仕方ないみたいな感じのこと言ってたよね。言ってない言ってない。小百合さん、でもこれ多分一人だと出るの相当きつい状況かと思われるので。しょうがないな。あー、よかったー。うわー、危ねえぜ。一つの魂を犠牲にしようと私たちが救われるわ。これで私たちの役でしょうか。さあ、選ぶよ、選ぶよ。他者を犠牲にする、自分が犠牲にする。では、他者を犠牲にするよね。だって、前小百合が